はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、雨なんですね。ですから、まあ謝罪はしますけども、雨の中の謝罪という感じで、では出かけたいと思います。OK。おはようございます。皆さん、おはようございます。今日の御言葉いきましょう。10月8日土曜日、あなた方はキリストの体であり、また一人一人がその部分です。第一コリント12の27。 Together you are the body of Christ. Each of you is part of his body. あなた方はキリストの体であり、また一人一人がその部分です。これとても大事な概念ですね。無理に謝罪しなくても、そうですか、無理に謝罪しなくても、確かにそうなんですね。まあ、でも外の方が気分がいいですね。どっちにしてもですね、気分がいいです。レチェさん、おはようございます。今日ですね、こういう、これを押すと鍵が開くという、おはようございます。そうですね。まあどこに行くかちょっと決まってないんですけども、まあ近場に行こうかなと思ってます。はい、それではですね、一応出かけましょう。よいしょ。行くしかないかなと思いますが、行きましょう。はい、今日のメッセージ、私たちクリスチャンは、まあ、キリストの体、部分、器官、第一コリントどこだったかな、どっかにありますが、私たちはキリストの器官である、体である。その一緒に体というのはですね、まあ、一緒に働いて一つのいろいろ仕事をしたりします。まあ、歩いたり走ったり、
食べたり喋ったり、まあ、いろんな人間はいろんな働きがあります。そのいろんな働きをですね、私たちは一緒に協力してやるんだ。人間はいろんなことができます、ね、いろんなものを考えて発明したり、その非常に複雑なことをします。言葉を使います。そして何か想像したりします。人間は神様に似せて作られたので、人間は神様に似せて作られたので、その神様のようなことができると言ったらいいでしょうか。神様のようなことができる。神様はいろんなものを作りました。この自然を作りました。動植物を作りました。ものすごくその素晴らしい作品です。神様の作られたものを見ると本当に圧倒的に驚きます。そして人間はある意味では神様の作ったものをから学んで、神から作ったものを学んで、そして、そのまた新しく作る。ですから、その最初に神がいろんなものを作ったんだということですね。神様がいろんなものを作って、それを人間が真似してるに過ぎないんだ。人間が真似してるに過ぎない。そういうことの中で、私たちは神様、神様が作ったもの、人間は神様が作ったものを真似してるに過ぎないんだ。神が作ったものを真似してるに過ぎないんだ。ちょっと外、雨降ってるかな。かなりちょっと降ってますので、ちょっと雨の様子をちょっとお見せしますけど。外出たいんですけど、雨でも出ましょうか。どうしましょうかね。まあ雨でも、その傘さしてるとね、ちょっと出にくいんですけども、出ましょうかね。ちょっとどのくらい出れるか。それではですね、プラチナ人を捕らえ人と見ずに滅ばねばならない民族みたいなのは、いや、そんなことないですよ。そんなことないです。当然パレスチナの人たちもイエス様を信じて救われてほしい。イスラム教の人たちもイエス様を信じて救われてほしい。そう考えますね。この大きな木の下だったら傘いらないかな。木の下に、この今、木の下。あそこだったら大丈夫かな。
なんか木の下に来れば大丈夫だと思うんですが、ちょっともっと大きな木の下に行きましょう。大きな栗の木の下で、あ、確かにこれ栗だ栗の木だった。どの木がいいかな、この木がいいかな、どの木の下に行きましょう。この木の下に行きましょう。ここどうかな。はい、木の下に来ました。まあ木の下に来ればですね、まあ雨宿りができる、雨宿りができるけど、でもちょっとやっぱりあれですね、大きな雫が落ちてくるかな、うん、ちょっとまずこの森の様子を見ていただきましょう。いいですよね、自然っていいですね。なんかこうなんて言うんでしょうかね、神様が作った自然は人間の心を癒します。神様が作った自然は人間の心を癒しますね。はい。ビリーバンバンの歌が流れてきそう。でも古いですね、ビリーバンバン。はい、それでは話を続けます。あ、だいぶ振りが強くなってきましたね、振りがね。振りが強くなってきましたが。ね、エミさん、ビリーバンバン知ってるんですか？ビリーバンバン結構古いと思うんだけど。そうです。皆さん、私たちはですね、例えば、会社考えてください、会社。まあ、一人の会社もあるかもしれないけど、会社っていうのは、ね、まあ、二人三人ぐらいから、その、何十人、何百人、何千人と、たくさんの人が協力して、まあ、いろんなプロジェクトをするじゃないですか。会社っていうのはですね、まあ一緒に協力して、いろんなことをします。それと同じように教会もそうです。教会も、クリスチャンが集まって、クリスチャンが集まってですね、あ、だいぶ降ってきた。どうしよう。教会もクリスチャンが集まって、イエス様の仕事をします。ね、イエス様の仕事をします。この伝道部屋もですね、この伝道部屋も、まあ、私一人で何かをしているということよりも、あ、ギーさんおはようございます。ギーさんおはようございます。この伝道部屋もですね、やっぱりダメですね。ちょっと、もっと大きな、もっと大きな木の下に行かないと、ちょっと場所を変えましょうかね。ちょっとあっち行ってみましょうか。どこへ行きましょう。この辺はどう？若干いいけど同じかな。ここはどう？皆さん、
私たちはいろんな木の下で雨宿りしますが、皆さん、人生は、ね、人生はイエス様の木の下に行きましょう。イエス様の、木陰に、その休みを得るのです。イエス様の木の下で、イエス様の木の下で、雨宿りをするならば一番安全なんですね。はい、お茶ありがとうございます。お茶ありがとうございます。教会もですね、私たちはイエス様の木の下に来て、そして集まってね、集まって、そして神様の仕事をします。皆さんがこのように集まって、ね、集まってくださるのは、皆さんも協力していることになるんです。皆さんが放送という形で、ネット放送という形で、皆さんは神の仕事をしています。神の仕事をしています。皆さんは神様の仕事をしています。それは私たちは今、ネットで伝道している。まあ、今日はツイキャスト、ラインライブとツイキャスで仕事をしています。どんな仕事ですか？伝道しています。伝道という仕事を皆さん一緒にしているんです。一緒に、皆さん仕事をしているんですよ。ですから、それはキリストの体として、キリストの体として皆さんは、その部分を、皆さんの信仰込めや、皆さんのその祈りや、皆さんの信仰が、その一緒になってパワーになって、そして悪魔に攻撃をして、霊的戦いをして、今私たちは、神の兵士として戦っているんです。私たちは神の兵士となって、一緒に、悪魔に対して戦っているんです。神の兵士として、神の兵士として、戦っているんです。そして、日本においては、日本においてはそのような仕事が必要なんです。そのような働きが必要なんです。悪魔に打ち勝ち、悪魔に勝利する働きが必要なんです。私たちは各機関です。キリストの体の機関です。私たちが、一緒になって働くのです。私の教会はですね、単立なんですけど、単立っていうのは、まあ、教団に属してはいないんです。しかし、その、教団ではなくて、同盟、NRA、日本リバイバル同盟という同盟には加盟しています。また、関東近辺のカリスマ派の牧師会があります。その牧師会にも参加しています。そういうわけで、私たちは、個人も、クリスチャン同士で協力して、教会で仕事をしなければなりませんが、教会も教会同士で協力して、キリストの働きをしなければなりません。ある意味では、二つの働きがあるわけですね。教会の中の一致と、教会内の一致と、教会外の一致。教会も一致しなければならない。教会もそれぞれの、機関とも言えるでしょう。
教会も、その教会も教会同士で一致していろんな私たちは集会を企画したり、一緒に祈ったり教会同士も協力してイエス様の働きをしています。私はカリスマ派の牧師ですから、カリスマ派の、教会同士で一致しています。ぜひ皆さんそういうふうにして、私たちは、キリストの体としてキリストの体として、一緒に協力する必要があるんですね。キリストの体として一緒に、協力して、福音を述べ伝える必要があるんです。ぜひ皆さん、私たちはその終わりの時代ですから、なおさら働きを強めなければなりません。なおさら私たちは、一致してお互いにいいところ、キリちゃん、なんか自然と似合う。ありがとうございます。自然と似合う。ゆいさん、神の兵士として命を捧げる覚悟です。素晴らしいです。神様は心を ご覧になっております。そのように神様のために命を捧げよう、神様のために命を捧げよう、神様のために人生を捧げよう、そういう心を神様はご存知です。神様はその人の信仰、その人の心に報いてくれるのです。私たちが神を愛する心、イエス様を愛する心を、イエス様は見てくれています。兵隊もですね、兵隊も兵士もですね、良い働きをすれば、まあ、勲章をくれるわけです。勲章ですね。それと同じように私たちも、霊的な戦いの中で私たちが良い働きをするならば、天国において報いがあります。天の勲章と言ったらいいでしょうか。天の勲章をもらうことができます。今日も朝からイエス様の愛に包まれています。アメンアメン。そうなんです、エミさん。私たちは、神の愛の中にとどまりなさいとイエス様はおっしゃいました。私の愛の中にとどまりなさい。イエス様の、教えを守るならば、イエス様の愛の中にとどまると書かれています。それはまさに聖霊様の中にいるという感じでしょう。イエス様の教えを愛するならば、聖霊様がおられます。ここはとても大事なポイントです。私たちがいつもイエス様の御心をに従うならば、聖霊様が、来てくださって、私たちはその神の愛の中でいることができる。神様と共にいることができる。天国でイエス様によくやった良いしもべだと言われる日まで伝道頑張ります。アメンアメン。カトリックの方々は仏教や日本の文化の再利用は容認しているのでしょうか。多分そうじゃないかと思うんですが、多分そうだと思いますね。私たちは仏教や、日本の文化の中で、偶像崇拝的なものは容認していません。偶像崇拝は偶像崇拝ですね。私たちは逆に、偶像崇拝をことさら避けます。
それは神様が喜ばれないからです。聖書に偶像を避けなさい、偶像に気をつけなさいと書いてあります。ですから私たちは、イエス様だけを愛する信仰、イエス様だけを愛する信仰、神様と、ね、悪魔を両方愛することはできません。二人の主人に仕えることはできないと、二人の主人に仕えることはできないとイエス様がおっしゃいました。天気もアメンです。天気もアメン。私たちは、一人の主人にしか仕えられません。では、神棚や仏壇なども NG ですね。そうです。神棚や仏壇も NG です。阿蘇山の噴火にも神様の意図があるのですか？あると思います。すべてのことに、すべてのことに神様の意図があると思います。すべてのことに計画、ご計画があって、すべてのことに神様の意図があると思います。ですから私たちは、すべてのことを信じなければなりません。すべてのことを期待し、すべてのこと、すべてのことを忍耐しなければなりません。すべてのことに意味があるんです。すべてのことに、神様のご計画があるんです。すべてのことに神様のご計画があります。ここいいとこ見つけましたね。雨の日でも放送ができる場所。雨の日でも放送ができる場所。傘のいらない場所。ね。旧牧師が雨から守られますように。ありがとうございます。今、この木によって守られています。ね。この、葉っぱによって、木の歯によって守られています。そういうわけで私たちは、清い良心を持って、イエス様に仕えて、そして兄弟姉妹と一緒に良い働きをするべきです。兄弟姉妹と、愛し合って、協力し合って、良い働きをするべきです。私たちには目的があるんです。いいですか、皆さん。神様に目的があるので、神様には素晴らしい目的があるので、私たちもその神様の目的を持つべきです。神様の、目的を持つべきです。では天皇を認めてないということですか。私たちは、人間の王はいらないのです、本当の王がいるから。イエス様が王の王ですから、人間の王はいりません。そして天皇は、皇居で、神道の偶像崇拝してるんですね。二難祭とかいろんなですね、神道の偶像崇拝しています。そういう意味では、私たちはそれは困るわけです。私たちは偶像崇拝をしてほしくないのです。皆さん、かぼちゃ嬉しいんですけど、かぼちゃ、嬉しいんですが、ただ私はハロウィンはね、天皇、悪霊のお祭り、悪魔のお祭りだから、ちょっとかぼちゃは、このシーズンあまり良くないので、皆さんかぼちゃをね、遠慮してくださると嬉しいですね。本当に、最近ですね、最近あれなんですよ。まあ、ディズニーランドの影響だというらしいんですけど、この日本にも、
ハロウィンが普及 してしまって、まあ、大方ですね、ビジネスライクで、ビジネスでハロウィンが広がったと思うんですけども、しかし、例的には、かぼちゃの煮付けもダメですか？いや、食べるのは全然問題ないですよ。私もかぼちゃの煮付け好きですから、かぼちゃを食べることは全然問題ないんですが、ただ、その、かぼちゃを飾るというのは、ね、良くないと思います。イエス様がサタンを野放しにしているのはなぜですか？それはですね、サタンをも用いているということですね。神様はサタンをも用いて、今、その、この霊的な戦いを、用いて、神の栄光を表しています。しかし、いつまでも野放しにしているのではありません。イエス様の再臨の時は、イエス様の再臨の時は、イエス様は、その、悪魔を縛って、悪魔を縛って閉じ込めます。千年間閉じ込めると言っています。その後またしばらく悪魔を解き放って、その後また悪魔を永遠に地獄に閉じ込める予定です。ですから、今ですね、サタンは確かに今は働いているんです。サタンを千年間閉じ込めたら、地獄に落ちた人たちは解放されますか？ですね、いろんな考え方がありますけど、地獄に一旦落ちたら、もう出れないというふうに私たちは考えます。地獄に落ちたらもう出れない。だから地獄なんですね。でもその千年間は悪魔が働かないので、まさに、千年王国、天国のような、王国になるのではないでしょうか。ですから私たちは、まあ、ある意味では千年王国も楽しみにする。イエス様の再臨も楽しみです。そのイエス様の再臨の後に来る千年王国も、ね、楽しみにします。ハロウィンの10月31日は宗教改革日でもあるわけですね。そうなんですよね。30日かな、ちょっと。30日かもしれない。どっちだったかな。31日だったかな。ちょうどぶつかっちゃうわけですよね。ちょうどぶつかっちゃう。そこにも何か意味があるかもしれません。ハロウィンと、ね、宗教改革日がぶつかるのも何か意味があるかもしれません。ちょっとそこのとこはわかりません。ウォルト・ディズニーはユダヤ人。ああ、知らなかったですね。サタンを、野放しにしたせいで、多くの人たちが苦しめた罪を神は償いますか？いやいやいや、そうではないんです。そうではない。神様はね、計画があって野放しにしているのです。決してですね、不本意ではないんです。神様は悪魔も用いているんですね。悪魔も用いて、悪魔の働きをですね、用いています。ですから、神様が、ね、その、人間に償いをするということはないんです。むしろ反対です。むしろ反対です。神様は人間の罪を身代わりに償っているんです。人間の罪を身代わりに償っている。それが十字架です。
神様はそういうお方なんですね。神様は良い方です。人間を救うために、ご自身がその罪を負ってるんであって、決して神に罪はないのです。サタンを野放しにしたイエス様にも少しは罪があるので、全然、それは全く当たっていません。罪というのは、神様に対する罪ですから、神様に対する罪ですから、神に罪があるわけはないのです。神様は全く罪のないお方です。それではですね、明かしタイム行きましょう。ね、明かしタイム。イエス様を信じて、ああ、自分はキリストの体の一部であって、キリストの体の中でみんなが協力して、キリストの働きをするということが分かってきた証。イエス様を信じて、兄弟姉妹を愛し合って、キリストの働きをしなければいけないことが分かってきた証。スタート。スタート。飲み物を車に忘れてきました。飲み物を車に忘れてきました。はい、証ないでしょうか。証ないですか。イエス様の体として一緒に協力してイエス様の働きをすることが素晴らしいと、イエス様の一部として働きたい、アメン。クリスチャンになるというのはそういうことなんです。クリスチャンになるというのはイエス様の一部として働くようになるということですね。手から金粉が出ました。素晴らしい。手から金粉が出ました。地獄を作ったのはサタンですか。いえ、神様がサタンのために作ったんです。神様がサタンのために作ったのが地獄です。サタンが自分で作ったのではありません。新会議は悪魔の象徴なんですか。私はそう考えております。私はそう考えております。ものすごい怖い顔してます。ディアスポラ、分散、アーリア、帰還、多分そうですね。分散、そう、離散かな、離散。離れるっていう字で離散と言いますね。離散。ディアスポラ、ディアスポラ、ディアスポロ、ディアスポラかな。ディアスポラ、アーリア、アーリア、だったかな。ちょっと確かめてください。ネットで確かめておいてください。地獄って見たことありますか？私はね、地獄を見たことはないんですけど、地獄の声を聞いたことがあります。地獄の声、とても怖いです。とても怖い。人間を地獄に閉じ込める神様は残酷な方ですね。いえいえ、違います。それが大きな勘違い。それはですね、サタンが与えた大きな嘘なんです。サタンは
そういうふうにして神様の悪口を吹き込みますが、そうではないんです。神様は人間が地獄に行ってほしくない、地獄に行ってほしくないから、イエス様が十字架にかかったんです。ですから残酷な方じゃないんです。だって皆さん、犯罪者の人をですね、刑務所に入れるということは、ね、残酷なことですか？当たり前のことでしょ？殺人する人をですね、放置する方がおかしいじゃないですか。殺人する人を刑務所に入れるのは当たり前でしょ？ですから、人間を地獄に閉じ込めることは残酷なことではないんです。当たり前のことなんですね。当たり前のこと。だけど、神様は優しい方ですから、地獄に行かないように、ね、ご自身の命を捨てたんですね。キリスト教の新約聖書は、ユダヤ教の旧約聖書が元ですよね。ユダヤ教の教えがベースになっているなら、なぜキリストを崇拝したのでしょう。旧約聖書は、イエス様についての予言だからですね。メシアが来る。メシアが来る。それが旧約聖書の、予言なんです。ですから、旧約聖書の成就、旧約聖書の成就がイエス・キリストと言えるでしょう。イスラエルの人たちはまだそのことに気づいていないんですね。自分たちの旧約聖書のその救い主がイエス・キリストだということに気づいていないんです。悔い改めというギリシャはメタノイアですが、逆さに読むと愛のため、あ、本当だ。愛のため。私たちが悔い改めるように。イエス様が愛のために来てくださったんです。素晴らしい。素晴らしいですね。愛のために。愛のためにイエス様が来てくださった。私たちを救うために来てくださった。刑務所は更生したら出れます。しかし神様が作った地獄は二度と出れません。なぜですか？刑務所でもですね、無期懲役っていうのあるじゃないですか。無期懲役。同じです。ね。人間の罪は、ね、無期懲役なんだということですね。人間の罪は無期懲役。場合によっては死刑ですね。死刑とか、無期懲役にふさわしい罪なんだということですね。はい、桜井さん、おはようございます。イエス様に代わる次の救世主は現れないんですか？現れません。救い主はただ一人。救い主はただ一人。イエス様だけです。イエス様だけが救い主。イエス様だけが救い主。他にはいません。他にはいません。イエス様だけが救い主です。ぜひ皆さん理解してください。理解してください。イエス様だけが救い主です。地獄から出れないのは、それだけ罪が大きいということですね。地獄から出れないのは、罪が大きいということです。はい、そういうわけで、証しありがとうございました。証しありがとうございました。私たちは、私たちの体がですね、目があり、鼻があり、口があり、ね、手があり、足があり、私たちの体は、キリストの体を表します。私たちは、その、各機関が協力して歩くわけです。私たち、自分の体も、ね、もし、
手が動かなかったら、困ります。目が見えなかったら困ります。耳が聞こえなかったら困ります、ね、いろんなことで協力して初めてできるんですね。地獄で悔い改め、地獄で悔い改めても出れないんですか。ですね、人間は生きているうちがチャンスなんです。生きている間に悔い改めができます。死んだら悔い改められません。もちろん地獄行っても悔い改めません。だってそうでしょ、裁判の時にね、裁判の時に悔い改めますって言ったら無罪になるわけないでしょ。情状酌量はあるかもしれません。裁判の時にはもう遅いわけです。ね、生きてる時に悔い改める、ね。生きてる時に悔い改めるならば、その信仰によって、罪が許されますが、裁判の時は、裁判の前とか、裁判の後でいくら悔い改めても遅いです。皆さん、死刑が判決出て、悔い改めても遅いと思いませんか？死刑の判決の後に悔い改めても遅いのです。もし悔い改めるならば、今、生きている時に、生きている時に悔い改めて、初めてですね、有効なんですね。悔い改めが有効です。自殺は地獄行きですか？信仰のない方が自殺したら、地獄に行ってしまうと思います。クリスチャンが自殺した場合には、両方あるんじゃないかなと思います。それは、はっきりわかりません。神様が決めます。殺人した直後に悔い改めますと言えば許されるんですか？悔い改めますと言うだけではダメなんですね。口で言うだけじゃないんです。心から悔い改めなければなりません。ですから、それはですね、悔い改めて許されるというのは簡単そうで簡単ではないんです。神様は心を見ています。本当に悔い改める。本当に心から、悪かった。神様ごめんなさい。本当に申し訳ないという、そういう深い悔い改めが必要なんです。殺人した直後に心から悔い改めと言えば許されるんですか？ペテロは、3回イエス様を拒みました。その直後に悔い改めて、ね、その直後に悔い改めて許されました。クリスチャンになったら何をしても許されるんですか？クリスチャンでもギャンブル、酒とかやってる人がいるんですが、クリスチャンになったらですね、ギャンブルとかお酒をやめていきます。教会では、まあ、やめるようにを教えます。やめる、ギャンブルとかお酒をやめるように言います。だけども、まあ、すぐやめないからといって、すぐですね、何か、罰があるわけではありません。しかし、油注ぎによって、だんだん、やめていくようになります。エホバの証人は敵ですか？エホバの証人は、三位一体を信じません。ということはどういうことかというと、イエス様は神様じゃないんですね。イエス様が神様ではありません。神の子というふうには言ってるけれども、神ではないんです。しかし私たちは、プロテスタントは三位一体を信じます。
で、三位一体を信じるっていうのは、イエス様は神様であると。聖霊様は神様であると。神の子でもあるけれど、神でもあるんだと。そう信じます。それは非常にですね、似てるけれど大違いなんですね。似てるけど大違いです。そして、エホバの証人は十字架を認めません。十字架を認めません。私たちは十字架を誇ります。ご職業は何ですか？牧師です。牧師です。そうそう、ね、帰り道に行きましょう。帰り道に行きましょう。エホバの証人の人たちは、十字架じゃなくて悔いだと言っています。ね、悔いと言ってますが、私たちは、十字架と言ってます。十字架を誇ります。十字架は敬具 ?100% 嘘。私たちはその十字架そのものを誇っているのではありません。その神様が、ね、人を救うためにイエス様を十字架にかけた。そのことを言っているのではですね。十字架を誇るっていうのは十字架の木を誇っているのではなくて、その神様がそうされたこと、人間を救うためにそうされたことを、ね、誇っているのです。そこに人間の救いがあるということですね。ちょっと待ってください、ね。雨の日でも傘をささないで、ね、放送ができることが発見できました。はい、それではですね、電話が、ちょっとごめんなさいね。もしもし。はいはい。今放送中。聞こえないですよ。大丈夫ですよ。はい。はい。9時20分に出て、3時頃帰ってくる。はい。3時に行くってこと？それはちょっと遅すぎちゃうんじゃない？そうだね。その方がいいね。はい、はい。はい、はい、はい。すいません。ちょっと、妻から今日の予定について、すいませんでした。はい。では、帰りましょう。それではですね、
復習しましょうね。復習しましょう。私たちは、その一人ではないんだということですね。一人ではないんだ。私たちはイエス様と一緒に、まあ、生きている、歩んでいるということですが、そればかりではなく、私たちは、そのイエスキリストを信じる兄弟姉妹、イエスキリストを信じる兄弟姉妹と、一緒に歩む必要があるんだ、一緒に歩む必要があるんだということです。そして一緒に協力する必要がある、一緒に協力する必要があるんだということですね。それが大事なポイントです。ぜひ皆さん、そういうことの中で皆さん、もうすでに私たちは、まあ、この放送を通して一緒に協力しているわけです。皆さんがですね、まだ信じてはいるけど、まあ、教会につながってないというならば、ぜひ、まあ、スカイプくだされば、ネット教会に、ネット教会に参加できます。今の、駐車はですね、その公園の場所に駐車したんですね。道路ではなくて、公園にちょっと空き地があって、そこに駐車しましたので、問題ないです。そういうわけで、皆さん、多くの人はイエス様と無関係で生きています。イエス様と無関係で生きています。それはキリストの体からに、属していないということです。そして、教会に関わることが、教会に関わることがキリストの体に属することになります。ですから、ネットでもキリストの体に属することができます。ぜひ皆さん、近くに教会がない方は、なおさらですね、ネット教会に属するならば、キリストの体に属することができます。そして皆さんがこのように放送に来てくださること自体が、もう、イエス様と一緒に、まあ、イエス様のために一緒に仕事をしていることになります。私たちはそれが人生なの。人生っていうのは一人で何かを生きるのではなく、兄弟姉妹と一緒に、キリストの体として、キリストの体として一緒に協力する、一緒に、協力する、それがその人生なんだよと。それが人生なんだというね。人生の、目的、人生の目的、それはその兄弟姉妹と一緒にイエス様の仕事をする。あ、もう時間ですね、ごめんなさい。もう時間が来てしまう。それじゃあごめんなさい。ちょっと延長しちゃってもしょうがないかな。少しちょっと延長になりますけど。あ、もう終わっちゃったですね。LINE LIVEの方はちょっと終わっちゃいました。それでは、皆さん、はい。いろいろと質問させていただきありがとうございます。それではですね、明日は、日曜日ですから、礼拝ライブ。皆さん、礼拝ライブにも来てください。礼拝が、まあ、一番の仕事。一番の仕事、ね、だと思ってください。イエス様のために、一番の仕事。一番の仕事。それは、イエス様のために、礼拝するということですね。
夜放送いつ復活ですか？今のところ予定ないです。ごめんなさい。恋愛ライブはツイキャスに行きます。あ、そうですか。ツイキャス来てください。武教会がカリスマに転向したので、教会概要をやめました。いやいやいや、金ピラさん、カリスマになって喜んでください。ね。カリスマになって喜んでください。それが、正解なんですよ。それが正解なんです。ぜひ、むしろカリスマになってよかったと思ってくださいね。カリスマになってよかったと思ってください。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて、イエス様の体に加わって、イエス様の体の中に入って、一緒にイエス様のために、一緒に、その、働きたい。イエス様のために、一緒に歩みたい。兄弟姉妹一緒に歩みたい方、アメンと言ってください。アメン。兄弟姉妹のために一緒に歩みたい方。兄弟姉妹と共に、イエス様のために、良い働きをしたい方。アメン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 。素晴らしいです。アメン。アメン。アメン。ダブルアーメン。エミさん、ダブルアーメン。アメン。アメン。はい。天のお父様、感謝します。今日の放送、感謝します。私たちは以前は、悪魔の体に属していたのかもしれません。悪魔の働きに協力してしまっていました。しかし今、私たちは、イエス様のおかげで、悪魔から離れ、キリストの体に属するものになれたことを本当に感謝します。どうぞ、私たちは完全に悪魔から離れ、完全に悪魔の体から離れて、キリストの体の中で、イエス様の働き、イエス様の働きの部分として生きることができるように私たちを整えてください。私たちを清めてください。私たちが、機能しますように、神の国の、働きとして、働きの一部として、私たちが機能しますように、機能しますように、私たちが悪魔の働きをしないように守ってください。いろんな誘惑、いろんな、そのしがらみの中で、私たちが悪魔の働きをしないように、神の栄光を表し、神の栄光だけ、イエス様の栄光だけを表すような、そのような働きができるように、助けてください。アメンと言った方々が救われますように、救われて、清く正しく生きる生き方、勇気があります。挑戦があります。どうぞ、清めてください。励ましてください。イエス様の喜ばれることだけを求めて、イエス様の喜ばれることだけを求めて生きることができるように、誘惑を退けてください。様々な誘惑を退けて、その世の光として、世の光として、歩むことができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、一緒に会いましょう。リバイバルのために、神の国のために、救いのために、福音のために、一緒に会いましょう。一緒に会いましょう。それじゃあありがとうございました。明日の礼拝お会いしましょう。シャローン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 。